じゃあ、座右の銘、好きな言葉。そうですね。これは難しいですね。私が、好きな言葉というかモットーにしてることが、もう常に自分らしく、そして、偽らないように。そうです。そして、自分に正直にと言いますか、そして、やっぱり一人の人をね、大切にしたいですね。それは常に思ってますね。やっぱりそのお客様が100人いようが1000人いようが、たった1人だろうが、そうだね。それはもう私のそのテンション変わらないですね。それはやっぱプロですね。いえいえいえ。僕らも大勢演芸場でたった一人の客の前でやったことあります。3人なんで、僕らね、3人で緞帳が上がるまでわからないんですよ、客がおるかどうか。ほんでいつものテンションでバーッと「はい、どうもー、いらっしゃいませ」「いらっしゃいませ」で、その人がすごい人なんですよ。大勢演芸場の回数券持ってて、近所の高級なお寿司屋さんだったんです。あら、その人に対して僕ら一生懸命やったから「あんたね、私ここの回数券持ってるからたった一人やから、よく最後まで一人の時おんねんけど、そういう人らみんなバカにしてね、「はよ帰ればええのに」とかいうふうに言うっていう。で、僕らはもうあまりにも楽しいから、その人舞台上げて3人で 漫才しようと。写真撮ったりね、こんなんないから、客席取りほらゼロね。で、僕ら撮って、みんなで撮って、「いや本当に今日ありがとうございました」、向こうに。要するに制限時間は30分あるわけ、じゃあ20分やらなあかんね。20分その人らと漫才を教えたりいろいろやったら、その人が「実はうち寿司屋さんやから、うち食べにおいで」って言われて、「いや僕らそんなお金ないから、いやもう全部私が出すから」って言って、でそこで漫才やってって言われて、やって、そこでお客さんに全部お金集めてもらって5万ぐらいになった。あら、じゃあすごい儲かっちゃった。儲かったんですよ。あら、じゃあよかったじゃないそう、ですだか、から手抜かんかったらいいことあるなと思って、今その話を思い出しました。いや、そうなんですか。で、名古屋行くためにそこ行くんですよ。で、いつもそこで漫才やっていて、やってそこでお金集めてくれるんあ、じゃあ紹介してください、ちょうど。宝泉芸場の近くですわ。そうですか。じゃあちょっとね、顔出さなきゃいけない。今彼氏はいるんですか？いや、彼氏はですね、やっぱりちょっとね、いないというか、なんというか、好きな人はいっぱいいるんですけれども、どういうタイプが好きですか？やっぱり長嶋一茂と。やっぱり言わなきゃいけないですかね、やっぱりこれは。そうですね、やっぱ似り、てる人がひょっとしたら俺タイプかなとか言われるか。いや、皆さんこう目線をそらすんですね。やっぱりこう目線をそらいすや、そんなことない。そうですか。いや、私はですね、やっぱり誠実な人が好きです。嘘をつかない人。やっぱりね、男の人って、これ言うとね、ちょっとね、問題があるので、あんまり控えますけれども、いろんなことにちょっと問題がある方が結構いらっしゃるわけですよ、そうですね。男の建前として。やっぱりね、それは不誠実ですね、そういう方はね、ちょっと。ですけれども、やっぱり本当に誠実な方っていうのは、もう本当に誠実な方、もう私ね、とにかく上から目線で言われるの大嫌いなんですよ。そうなんです。なんかこれはこういうもんだっていうふうに言われるのが、この上なく腹が立つわけです。ですので、なんていうのかしら、誠実な、本当に誠実な方ですね。裏モデルない人もね、僕らやっぱこういう仕事してると、よくあるんですけど、やっぱ僕ら芸人やから、やっぱ絶対上から来るじゃないですそうか。ですね。そういう人を、やっぱり、あ、この人は大したことないなと、こっちは心の中で思うそうね。なんです。よく、そう、私もそうです。そう思います。あと僕、こういう交流会やってる時に僕が受付するんですよね。受付してたら、受付してる人よりは身分が低い人と思って来るんですよ。その時に名刺とお金を捨てる人がいるんですよ。いますね。この人、だから僕はちゃんとチェックしといて、後で僕は吉本で芸人やってましたって、もう態度コロッと違うんですよ。あ、どうもどうもどうもって。あ、この人とはあんまり友達にならない。心の中では絶対その場では言わないけど、やっぱりそういう人いるよね。やっぱね、見ちゃいますよね、そういうところをね、やっぱりね。で、この僕、一緒にこの交流会やってる社長さんも、やっぱりそれを本にしてます。ああ、そうですか。交流会来た時に、お金を投げたり、名刺を捨てたりする、受付でするような人は、後からこう来たけど、一緒の友達にはなれんかったっていう。やっぱりそこに出るんですよね。出ますよね。私もやっぱりね、そういう常識のない方というかね。まあ、
常識というかやっぱり裏表が出てるような気がするんですよね。そこでうあのレベルの低いか自分より下の人には、まあええか、自分の高い人には結構なそうっていうような態度出るとね、特に私たちなんてそうですね。そうでしょうね、仕事からやっぱり言われるもんね。やっぱりね、世間一般で言うとニューハウスはいわゆるオカマちゃんっていうのは、うん、もうね明らかに下等動物扱いなわけですよ、うんうん、なんかこう例えば普通の人とね、うん、こうわーってやってる時に、うん、あのこう例えばこう、まあ、その場のノリでね、うん、わーって笑うじゃないですか、うん、そうするとほら見ろよ、うん、オカマに笑われてるぞ、うんまあ、僕らも近いとこありますよ。あります、うん、そうですか、あの芸人のくせにみたいなね、うん、そうです芸人はバカだったみたいな、って言われるのはありますよね、もうしょっちゅうですそういうのは、オカマのくせに、うん、そうそうね、くせにというのはそれは悪い、じゃああなたは何なんですかって言いたくなりますけど ね、うん、だからそういうこと言う人はやっぱりダメなんです。ダメですね、本当に。あとはもうやっぱりこう大柄な人が好き。あ、大柄、はい、あ、じゃあプロレスラーとか。あ、大好きですね。あ、相撲取りとか。お相撲さんまで行っちゃってちょっとここ問題がねいろいろと、うん、ね、ありますのでね。じゃあ長所、長所、うん、私ですか、うん、長所、長所は優しいところですかね、うん、特に男性には。あ、ね、いいですね、はい、じゃあ短所。短所も優しいところです。女に厳しいとか、どうするんですか。いや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 、まあ、そういうのたまにありますけれども、うん、私はあの長所、うん、短所が優しだって優しすぎちゃうところです、うん、なので、うん、優しすぎるあまり裏目に出ちゃうことがよくありますね。なるほどね、はい、誤解を生んだり。そうですね、誤解を生んだりやっぱり騙されちゃったりとか、うん、利用されちゃったりとか、うん、あとはこうなんていうんですかね、こう、そうですね、やっぱり僕らもよくね、ええ、僕ら実は、はい、あのコントやってる時女装してたんですよ。あら、まあ3人で似合いそう。いや僕は似合わないけど、あとの2人は男前なんですよ。え、そうなんですか。19と23でね、僕は32の頃、はい、あの YouTube でコント松竹梅で見てもらえば出てきます。あ、3人で振り袖着たりね。あら、本当ですか。あのおにゃんこクラブのネタをやったり、ね、懐かしい。そうそう、で、はい、若いでしょ時代が。でその時に、はい、僕らは別にそのそうすると僕らもそういう人やと思われて2丁目によく行ったんですよ、あら、はい、2丁目の店に、はい、で、ああいう人だってすごい切りがたいですよね。あ、そうですね。もうびっくりしたのが、そこの2丁目のお店が満員だとしたら、そのお弟子さんの店みたいなところに待たすんですよね。あ、はいはいはい、そしたらその待たしたところの店は全部その人が払うんですよ。それで最後に行ったところの店だけ僕らが払うんですよ、はあ、でも散々待ってるからそっちの方がさっきすごい高い金なんですよ、はい、だからあの人ら義理がたいなと思って、僕らもこの店いっぱいやからちょっとごめんね、じゃ あの何々ちゃんとこ行ってきてって言って待ってたら、そしたらやっぱりそのね、そういう人ら待たせてあかんとか、でお金も使わせてあかんと思って、本当にそこだけの店で相当表になられたじゃないですか。僕らは、僕よりはあとの2人も持ってたね。そうですか。だからお世話になりましたよ。僕ライブやった時もチケット全部買ってくれるんですよ。あら、でその人がジャイアント馬場さんと仲良しで、はい、馬場さんの一人野球がプロレスが大好きで、はいはい、プロレス見たいって言ったら、あ、おいでって言って本当にね、うん、素通りで行くんですよ。入り口のチケットとか見て、はい、はい、ごめんね馬場ちゃんはとか言って、で、はい、馬場さんの部屋まで行って、はい、この頃あの馬場ちゃんのファンやからサインしてあげてって言って、はい、学園まで入れるんですよ、学園とか。すごいじゃないですかそれ。その人すごかったね。2丁目の人ですよ。あ、そうです。でもその人は本当に男の格好なんです普段は、うん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 、もうね高級ブティックの店長みたいな、はいはい、おしゃれなんです、はい、でこうしてこう立ってこうずっとこう歩いてくれて、で僕らママって「うんママって言わないで!」って急に変わる。だからそこから僕ネタ大分もらった。そこの店で、あの結構やっぱりあのお笑いの人とか、まあ、モノマネさんはちょっとどうかわかんないですけど、 お笑いの方はもう2丁目で勉強するって言いますよね、うん、やっぱりと。あの人らすごいよ、うん、ママ何かとか注文するじゃないですか、はい、そしたら今忙しいとか言わないです、うん、で何かグラスとなんかお皿持って、うん、今手が離せないのまた置いてで、ママ何々今手が離せないの
そんなんで返すしね。あ、そうです。で、6人ぐらいしか入らんのにそこでショーするんですよ。はい、あ、もうね、ね、テーブルで。どこでもやりますよ、やっぱり。すごいよね。そこの店がね、あんまりトイレが汚いんですよ。トイレが水洗じゃないんですよ。ホースで流すんですよ。いやはい、すごい。でも流行ってる、むっちゃ流行ってるじゃん。ポパイかなんかの名前とかな。あ、ポパイです、そうですか。なんかよくありそうな名前。よくありそうな名前、ね、有名そうな名前ですね、で、その人が弟子をいっぱい持ってるんです、うん、あ、そうなんですか、で、その人に僕が東京来た時助けてもらったね、はあ、で、オラスタ誕生でもうずっと助走してるから、で、そこに見に来てくれて、向こうは僕なんかそう思ったよね、で、家まで泊めてもらったしね。本当ですか。マンションに何もなかったんですか。何もなかったですけど。本当かな。いや、でも向こうの人も見てましたよ。あ、実際やったらこの子らはのんきやなっていうのは分かったって言って、なるほどなるほど。ただ面白いからじゃあ、うちを入れって言って。でも意外とのんけさん好きの人って多いんですよね。あ、そうなんですか。そうですそうです。へえ、まあ、でも何でもなかったけど。あら、そうですか。だったらね、まあこんなとこじゃいないんですけど、ね。